本一の秘密を食べながら調査中の辰巳スシローが次に選んだのは、次のターゲットをアナゴに決めたようだ。しかし、アナゴ行くか。189円、105円ではなく189円のメニューが置いてある。あ、それはあるよね。実はスシローでは今年4月から産地や新鮮さにこだわった吟味ネタシリーズを出していて、お皿も普通のものより豪華。なるほど。炙り上アナゴの他にも本マグロの中トロの握りや、でも189円、油がたっぷり乗った上質なノルウェー産生サーモン、さらに中京地方のお店では生け締め島アジ、綺麗な味。関西と九州のお店では北海道産の厳選されたイクラをたっぷり乗せた上イクラを食べることができる。これはどうしてなんですか？そうですね、当店もともと105円均一でさせていただいたんですけど、お客様からもご要望があって、よりは高級な食材を食べたいという、お声をいただきまして。これは2貫くんですか？1貫ですか？こちら1貫の商品です。1貫、はい、アナゴは1貫の商品ということは値段は4倍するんや。普通のアナゴは2貫で105円、しかし炙り上アナゴは1貫で189円。辰巳さんの言う通り、およそ4倍の値段。まあね、ならば4倍おいしいのか。上アナゴがさっそうとレーンを滑っていき、これはいらないの？味の鬼が待つテーブルへリングイン。いただきます。さあ、189円の価値はあるのか。さあ、あるのか。なんで俺たちもこんな緊張しなきゃいけないの。これは超一。ありがとうございます。香りもいいし、味付けもいいし、ご飯も完成されてますね。どこの本当に一流の寿司屋さんでも、まあ十分通用するものですね、これはね。その味はスタジオでも。うわ、すごいわ。うまい。お、香ばしい。おお、ねえ。菊池さん、どう？すっごい香ばしいです。いや、パクいいよ。一同大絶賛の上アナゴ、美味しさの秘密を調査しようと思ったら、もっといいアナゴっていうのを探した時に、やっぱり国内に匹敵するぐらいの韓国のアナゴ。上アナゴの産地はなんと韓国。105円の中国産アナゴに比べ、韓国のアナゴは味、香りともに上質、サイズも大きく、高級料亭で出されることもあるという。しかし、海外ロケはお金がかかる。また現地のレポーターに頼むのか、コーディネーターとかに。現地のコーディネーターにリポートしてきてもらうことに。いや、で見れるんですよ。じゃあ、うまいんだ。せっかくなら、韓流スターっぽい人をお願いしますとオファーしたところ、おお、誰来た？こんばんは、イムスミルです。おお、すごく微妙なやつが来た。なぜか頼んでもないイメージカットを何パターンも取ってきているし、正直どう使えばいいのかわからない。でもひょっとしたら韓流スターと勘違いしてくれる奥様方がいるかもしれないので、今私は釜山から約2時間のところにある東洋に来ています。ここからはこの微妙なやつの声をドラマイケメンですねのチャン・グンソク役、平川大輔さんに韓流スターっぽく吹き替えてもらおう。これから私、韓流スターのリン・スンデルがスシローの上アナゴの秘密をたっぷりとお伝えしますよ。
のまんま流すよ日本語は。ちなみに以前吉野家のうなぎを取材した中国では、巨大な池で養殖していたが、果たして韓国のアナゴはどうしているのか。どうやってやんの。やってきたのはアナゴの産地で有名なトンヨン。上アナゴに使われている韓国産アナゴは漁で天然物を取っていた。船長、アナゴはどうやって取るんですか。これがアナゴを引っ掛ける罠だ、うん、この中に釣り餌を入れてアナゴをおびき寄せるんだ。すごい。アナゴ漁に使われるのは大量の筒。見えてきたわ。単なる筒が。アナゴは狭いところに入っていく習性があり、このミサイルのような筒の中に餌を入れておくと自分から入ってくる。餌入れてんだ、わざわざ。アナゴが入ってくる入り口は、三角形に先端がすぼんでいて、一度入ったら出られない仕組み。筒の中に餌を入れて船を進めながら海の中へ投げ込んでいく。うわ、これ絡まったら大変だな。罠は全てロープでつながれていて9メートル間隔で設置。仕掛ける数はなんとおよそ1万個。距離にして100キロメートルにも及ぶ。これは東京から宇都宮までとほぼ同じ距離。仕掛けてあった罠の回収は夜通しかけて行われる。罠を海の中から引き上げて、今日だけでどれだけ取ってんのよ。蓋を開けると、うわー、ちゃんと一匹入ってる。中からアナゴが。あ、でもいいアナゴだね。すごい気合いいな。紐でつながれた罠から次々とアナゴが飛び出てくる。アナゴはちょっと淡白でいいよね。わー、取ったアナゴは船の中の水槽へ。中にはこんな大物も。奥さん見てください、取れたての新鮮なアナゴですよ。いや、もう言ってんだよ。これはすごい、息がいい。うわ、よいしょ。見てください、力がすごいです。まるで野球のバットのような大きさです。ないでしょうか。すごい。これはすごい。1回の漁で取れるアナゴは2万匹以上。豪快に網ですくい上げ船から下ろしたら、いったんこちらの水槽に移して、2日間置いて泥を吐かせる。これで2日間あいつら。このあと加工場へ運ばれると、アナゴたちは氷水の中へ。キンキンに冷えた氷水の中でほとんど動かなくなったアナゴを生きたままさばくという。そしていよいよスシローこだわりの方法で加工が始まる。韓国マフィアみたいな加工場の社長曰く、アナゴの最高の味を出せるように全工程を
3時間以内で終わらせろと言われているんです。すごいな。美味しさの秘密はスピード。味や香り、鮮度を落とさず日本に届けるため、工場に着いてから真空パックまでを3時間でやるようスシローから厳しく言われている。こんな怖い顔の人に注文をつけられるなんて、さすが鬼社長。アナゴをさばくのは平均20年のキャリアを持つベテランスタッフたち。包丁やハサミを使って手際よくアナゴをさばいていく。綺麗にさばいたらいよいよ味付け。ふわっとした食感とまろやかな味を生み出すのがこちら、スシロー秘伝のアナゴダレ。この400匹のアナゴを一気にタレの中に入れます。美味しくなれよ。スシロー特製ダレはレシピも煮込む時間もトップシークレット。出来上がったアナゴはふっくらとしてとろける食感。うまそうだ。これは食べたい。このあったかいの食べたいよ ね、ちょっと熱かんで、すぐさまマイナス35度で急速冷凍。パックに詰めて日本へ。お店でこんがり炙られて香ばしさをアップ。あ、すげえ。食べたいな。お好みで甘だれをかければ完成。